本読まれた時のお話のご感想ってありますか？でもすごくいろんな要素が詰まった作品だなって思いました。その恋愛事情のいざこざもあり、で仕事での悩みもあり、でかつ仕事も辞めてでも夢を追うのかっていう、そこのなんか夢への青春のなんだろうな、とこ部分じゃないですけど、なんかすごくそういった意味でこうみんながいろんなところでぶつかり合って、自分が本当にやりたいことって何なのかっていうのを結構追求してるんだなって、そういうところにすごく結構得ましたね、はい。役どころ的にここは自分と一緒だとか、あるいは逆でもいいんですけど、自分とは違うなみたいなところとかあります？基本的に共感でしかない役柄でしたね、さやちゃんは。その仕事を、まあ、辞めてでも自分がなりたかったインテリアデザイナーになりたくて、で、まあ、最初別れのシーンから入るんですけど、なんかその仕事を辞めてでも恋人と別れてでも自分のやりたいことを貫くっていう、その姿勢がすごく潔くて、女性としても本当に魅力的な女性像だなと思いましたし、その恋愛の部分でもなんか、まあ、恋愛より仕事っていうその姿勢が結構自分とは似てて、結構本当に今まですごく好きな役柄だなって思いましたね。出てくる女性が全員強いんですよね、この作品って。だからそういうところがこう女性、それを女性監督が撮るっていうところにもすごい面白みを感じましたし、なんか今時のやっぱ女の子って結構なんだろう、自分持ってる子が多いし、そこにこう軸がぶれがちな男の子がついてくるっていう、そのバランスが今っぽいし、すごくリアルだなと思いましたね。その OL さんとか本当に響くんじゃないかなと思います。その自分の仕事を捨ててもやりたいことがあってどうしようって悩んでる人とか結構多くいらっしゃると思うので、恋愛要素だけじゃなくて本当にお仕事ムービーとしてもすごく価値があるものなんじゃないかなって思います。撮影自体はいかがですか？その松本花監督とご一緒できるのすごく楽しみでした。本当に年齢が年下なのを忘れるぐらいすごくしっかりされていて、自分の撮りたいものが明確だったり、こう質問を投げかけてもこうどしっと答えてくれる感じで、すごく頼りがいがあって、あ、でもそういえば年下で女子大生なんだっていうのを後から思い出すような面もあったりとかして、これってこうどういう言い回しで言ったらいいですかねとか、そういう相談をしても、こう、あ、今のままでいいと思いますよとか、なんかずっと常に一定の穏やかな感じだったので、それがすごくこちらも寄り添いやすかったし、こう頼れる存在でしたね。共演者の方々とのご共演とかっていかがですか？でもすごく楽しかったです。葉山くんも現場を盛り上げてくださったし、なんだろう、基本的にみんな、生きてる軸がその映画の中でそれぞれの軸で生きてるっていう感じだったので、リンクするときはリンクするんですけど、なんかそこが同じ空間にいるんだけどみんなそれぞれ違う時間を生きてる感じがすごく居心地が良くて、映画としてもそうですし、それぞれのキャストの皆さんもうなんかそういう空気感を持ってたのですごくやりやすかったです。でやっぱ塚本さんが兄貴っていう感じでいろんな面で救ってくれたりしたので、さすがだなと思いましたね。現場ではなんか監督だったりみんなと共有しやすながらみたいな感じですか？そうですね、それはやっぱ冒頭をつかみじゃないですけど、女子からこう攻めるようにキスをして、だけどまあ、別れのシーンにつながるっていう、そこでこう結構びっくりさせると思うんですけど、後半本当におっしゃる通りでその立場が逆転するキスシーンになってて、そこも最後まで見てもらうとすごく印象的なシーンになってると思いますし、特にそこが狙いなんですかっていうのを聞いたつもりではないんですけど、多分そういう狙いが監督にはあったのかなと思って、すごく素敵だなと思いました。エキストラさんとかを含めたら本当に数十人
もしかしたら数百人くらいの規模でキスシーンを撮ってたので結構映像的にもインパクトがあるものなんじゃないかなと思います。このプレッシャーとかはい、ありますか、撮影時に。プレッシャーはでもありましたね。そのキスシーンな、今まで初めてなわけではないんですけど、うん、やっぱり最初の冒頭のシーンは自分から行く、受け身じゃなくて自分から行くので、なんかすごく緊張感が、私が受け身って楽だったんだな逆に今までって思わされましたね。身を委ねてればよかっただけで、こんだけこう行く方は大変なんだなって思いましたけど、本当にキスがたくさん出てくる前代未聞の作品になってると思います。ラブシーンとしてもすごく印象的なキスシーンもたくさん出てくるんですけど、恋愛要素だけじゃなくて、お仕事にひたむきに頑張る私たちの世代の姿だったりとか、あとは夢を追いかけるひたむきな姿勢だったりとか、本当にたくさん勇気ももらえるし、あとはキュンキュンもするし、本当にたくさんの方に見ていただきたい映画です。ぜひ劇場でご覧ください。わかるよ。あなたグループ企業で修行してきて、出向には来たから。ここは恋愛で困ってる人たちを助ける会社。俺が一番手っ取り早いんだよ、成功率も高い。俺こんなんできないっすよ。できるできないの話じゃなくて、やんだよ。この人とよりを戻したい。高校の時に付き合ってた初恋の人、これだ。 PR のメイン企画はこちら。キスというのはその一瞬は幸せな気持ちになれる素敵なものなんです。心掴んでこいや。今日も打ち手間に絡む君と楽しい